それでは、帝国になりましたので、ウェブセミナーを開始したいと思います。本日は、日本評論者学問としての教育学観光記念ウェブセミナー、教育実践になぜ哲学が必要なのかにご参加いただき、誠にありがとうございます。本日のイベントは、先月観光されました、トマの一徳さんの著書、学問としての教育学の観光記念といたしまして、とまのさんの哲学の師である武田誠二さん、そして、とま野さんの名友であり、 教育行政の第一線で活躍しておられる山口彦さんをお招きして、教育の現在と未来、そして哲学との関係等について存分に語り合っていただこうというものです。申し遅れましたが、私は日本評論者編集部の北にと申します。よろしくお願いいたします。開始前にいくつか注意事項申し上げます。このウェブセミナーはご覧の YouTube にてライブ配信を行っております。配信中、毎日音が聞こえない、映像が見られないといった状態になった場合は、 配信側の何らかのトラブルの可能性がありますので、しばらくそのままお待ちいただけるようお願いします。その際はコメント欄、場合によっては日本評論者の Twitter にて現在の状況をお知らせします。なお、本日の動画はイベント終了後、弊社の YouTube チャンネルにて公開する予定ですので、そちらもご覧いただければ幸いです。続いて本日の進行ですが、この後、まずトマノさんに今回の本に関連して、5分ほど簡単なレクチャーをしていただきます。 その後、武田さん、山口さんとの討論を20時10分ごろまで行っていただきます。その後、20分ほど質疑応答の時間を設け、20時30分に全体の終了というプログラムを予定しております。多少の変動はご了承ください。質疑応答に関してですが、YouTube のコメント機能にて、トーク中、随時質問をお寄せください。その際、質問であることがはっきり分かるよう、誰々さんへの質問と、 冒頭に明記ししていいただけるようお願いしますなお、多数の質問を寄せいただいた場合は、時間内にすべての質問にお答えすることが難しいかもしれません。その場合は、主催側で取り上げる質問を選ばせていただきますので、ご了承いただければ幸いです。それでは、前置きはここまでにしまして、セミナーを開始したいと思います。まず、玉野さんの方からよろしくお願いいたします。 はい。秋谷さんどうもありがとうございます、えー。ご参加いただいた皆さんありがとうございます。そして武田先生、山口さん、えー、ご一緒できて本当に嬉しいです。あの、武田先生はあのご存知の方も多いかと思うんですが、あの、私の師匠で、えー、そして山口さん私の名友ですので、まあ、なんと言いますか、あの、本当にお互いを誰よりも知り尽くしている間柄なので、今日はまあ、 どんな話になるか、あの完全ノープランなんですけれど、えー、楽しい話ができたらなというふうに思っています、えー。武田先生の、えー、哲学はですね、えー、今回のこの学問としての教育学という本の一番のベースになっています、えー。まあ、あまり、あの、えー、師匠のことをあの持ち上げるのは悪 <laughs> いんですけど、まあ、武田誠二の哲学は私の考えではもう、 今あの、21世紀の世界の最先端を言っていると、えー、これからの、まあ、哲学史を大きく動かす哲学だと考えているんですけど、まだあの英語が、英訳が出ていないので、今あの、英訳プロジェクトが進行中なんですけど、まあ、世界で読まれるようになったら、そのことの意義がですね、しっかりとあの時間をかけて理解されると思うんですが、えーまあ、しかしあの、とにかくさまざ、あ、まな哲学の難問を解き明かしてくださったのが武田先生で、 で、その武田哲学をまあ存分に、私の哲学や教育,教育学というのは、まあ、この武田哲学が築いた、えー、土台の上にですね展開しているというところもあるので、今日はまあそのあたり、まあ、ちょっとこの3人だとあまりにも、何て言うんでしょう、専門的すぎる話になる可能性もあるかもしれないので、そうならないようにですね、えー、あまり、あのー、詳しくない方も理解できるように配慮しながら、 とといいうことでお願いします先生、山口さん。で、あと山口さんはですね、あのもう本当長いお付き合いなんですけれど、まあ、杉並区の教育委員会の主任研究員されていますが、えーまあ、今回の本でちょっと後でお話しするように、教育学というのは大きく哲学部門と実証部門と実践部門から構成されるんですけれども、そのいずれにおいても、えーまあ、エキスパートというかですね、もともと心理学。 ご専門なんですけれど、まあ、哲学も非常に造形深くてで、まあ、実,実証は当然なんですが実践的なところも、まあ、政策から行政から、まあ、各いろんな学校での授業作りやカリキュラム作りに至るまでですねもうこの人はスーパーマンなんじゃないかと私は思ってるんですけど、まあ、あのこちらですね 武田先生の欲望論。まあ、こんな分厚い本の、これ半分なんですけどね、2巻本の <laughs>、これ主張ですね。これもう1冊あって、さらに今3巻目、あの、執筆中なんですけど、これの翻訳が終わるのは一体いつになるんでしょうか <laughs>。それから、あの、英語のですね、それから、山口さん、教育は変えられるっていう、まあ、これも本当にすごい本です。<laughs> えー、この3人でですね、あのお届けしていけたらなと思っております。最初少し、あの、この本の、 えー、お話をですね、ちょこっとだけさせていただければと思うんですけれども、今見えてますかかね大丈夫でしょうか、えー、本当に少しだけあの触りをお話ししたいと思うんですけど、まあ、この本を執筆した背景なんですけど、まあ、あの長らくですね、教育学っていうのは、その早々期から二流学問という素しりを実は受けてきました。 でまあ、なので多くの教育学者は、まあ、他の学問の領域とかなり交流があるとですねやっぱりなかなかこうちょっとアイデンティティプライシスだったりとか、えー、まあ何て言うんでしょうかレコンプレックスみたいなものを感じるところってあるあらざるを得ないの歴史があったんですねでそういうそしうりを受けて、まああ,まあ、ある意味ではあの仕方ないところもあってというのは、まあ、哲学的に 言うとですね、えー、ここに書きましたように、そもそも教育とは何なのか、どうあれば良いと言えるのかということに対して、まあ、今、答えがですねほとんど探求されてない、どうやったら答えられるかというその方法さえ見失ってしまっているというのが今の現状です。これはもう世界中でそうです。日本だけではなくて世界中でそうなんですね。 でこれはつまり底が抜けてしまってるんですね。このそもそも教育って何なのかどうあればよいかっていうこれが教育学の一番大事な底の底の問いなのにもうこれが見えなくなってしまっているでそうすると、えー、教育学もですねどんなことを何を目指して研究していけばいいのかという土台が抜けてしまうんですよね。 で科学的な面でいうと、まあ、教育学は社会科学に分類されますけれども、多くの場合、えー、科学的な観点から、まあ、二流学問と言われてきた最大、あの一番のポイントはここだと思いますね。あの科学に慣れてないという批判は、もうずっと続いてきたわけです。えー、もう意見や感想レベルなんじゃないかみたいに、ですねひどい場合は、揶揄されるようなことさえあったんですね。というのは、まあ、あのこれもとても難しい。 ところなんですけども自然科学なんかをですねもうあのご存知の通り再現性をしっかりと担保できるかというところ、すごく大事なわけですけれども、教育学がですねまあ特に質的な研究が対象にするような研究というのはですねまあ一回性が非常に高いわけですね。例えば、このクラスの研究をして、このクラスであることが言えたとしても、それって他のクラスで言えるのと。 なななっったたに、まあ、なかかなか再現性を確保すするることが難しかったりするでそうすると科学になれないじゃないかと。教育学って本当に科学になれるのということはもうずっと言われてきたことなんですよね。えー、それからまあ実践的にもですね、さまざまな実践領域で、教育学なんか全然役に立たないよねと、まあ、ずっと言われ続けてきたわけです。これももう何十年とずっと言われてきたわけですね。えー まあ政策提言に関しても何か役に立つのとかずっと言われてきた。でまあこういったことがあって教育学やっぱりえちゃんとしたですね本当に役に立つそして学問として鍛え抜かれたものにしたいというのがえまあ大きなあの問題意識でえそんなわけで教育学をですね本書の課題は高度な総合学問え応用学問として鍛え上げる。 ための理論を解明提示するとということで、まあ、総合学問というのはまさに哲学、まあ、この後ちょっとお話しするように哲学や実証や実践すべてが支え合いながら、えーまあ、非常に総合的な学問になりますねで応用学問というのはやっぱり役に立たなきゃ意味がないわけです教育より良い教育をいかに構想できるか実現できるかという、まあ、非常に高度な応用学問でなきゃいけないわけですね じゃあ、それってどうやったらできるのかというのを、あのこの本で明らかにしたということになるんですが、まあ、その触りだけ、えー、少しだけお話をあとすると、えー、各部門のです、ね、メタ理論を解明する必要があります。でメタ理論っていうのは、まあ、各個別理論、個別研究というのはありますけれど、そういった個別理論、個別研究が学問として、それらをこうコンピューターのソフトだとするんだですね。 それを学問として有効に動かすための OS のようなものですね。それは例えば哲学部門であれば、やっぱりそもそも教育って何なのか、どうあれば良いと言えるのかという、このことをどうやったら解明できるかという方法論ですね、哲学的方法論。ここで武田哲学というものが大いに生きてくるわけなんですけど、そしてその良い教育の本質の解明ですね。 えー、もちろん絶対に正しい答えというわけではなくてだみんなが検証して納得できるようなちゃんとこう理論をしっかりと整えて解明していくその必要があるわけですね。で、まあ、教育哲学っていうのはまあほとんどの研究がデューイの研究だったりとかカントの研究だったりとかそういった教育哲学者の研究をすることが多いんですけれど、えー、そもそも何のためにそういう研究個別の研究をしているかっていうとやっぱりこの問いに、えー、なんとかして 向かっっってていこうっていうそれがやっぱりメタ理論ですよね、えー、何のためそのまあ OS になるのがこの問い、えー、ということになりますね。でこのお哲学部門のメタ理論というのが全ての部門のやっぱり一番土台になります。そうじゃないとどんな実証研究もですねえそれって何のための研究なのとか、えー、本当に良い教育に資する教育学研究なのって言われた時に何のための教育かっていうこの答えがないと やっぱりそこが抜けるわけですね。実践もそうですね、えー。実践に役に立つ理論だとか方法だとかをどれだけ研究したところで、それって本当に良い教育に資するものなのって言われたときに、やっぱりこのそこが必要ですよね。ですので、このやっぱり良い教育についての本質解明というものが教育学の全てを支える土台になるわけですね。えー、実証部門は先ほど言った通り、科学になれるのという、本当に科学なのという疑念がずっと続いてきましたので、 どのような条件を整えれば科学性を担保できるかということを徹底的に明らかにする必要がある。それから、そんな研究科学的に価値ないんじゃないのっていうのもよく言われてきたので、どのような条件を整えれば科学的に価値があると言えるのかということを明らかにする必要がある。この科学、まあ、これも現象学、あのまあ武田先生、フッあル武田政治が、えーまあ、展開してきたですね、現象学を使うとですね、この実証部門のメタ理論もしっかりと解明することができる。 まあ逆に言うと、実証部門の研究者は、この科学性担保の理論を整えれば、ですねちゃんと科学だということを主張できるわけですね。それから最後、実践部門は、ですね役に立つ教育,教育に役に立つ理論や方法というのをどうやって作ることができるのかということが、やっぱりなかなかはっきりと示されてこなかったので、これをちゃんと明らかにする。まあ、これがですね教育学の各部門のメタ理論の必要なんですけれども、でそれを解明すると、ま、あ こういう感じで図,式図示することはできるんですけど、もうこれはいちいちご説明はしませんけれども、哲学部門、実証部門、実践部門のそれぞれのメタ理論を明らかにして、その上でこれら部門がどのように支え合うのかということを明らかにすることで、教育学のメタ理論の体系ということができる。これはですね、決して何かこう各個別研究を その本にも書いたんですが、魚がですね、大きな魚が小魚の群れをこう飲み込むように、全部体形内に吸収するんだみたいな、そんなこう大それたというか、偉そうな話では全くなくて、もしも各研究者や個別研究が、本当に良い教育に資するものなんだろうかという疑問を持ったときにはですね、この哲学部門を照らして考えることができるし、自分の研究は本当に科学になっているんだろうかということを をまあ疑問に思ったら、この実証部門のメタ理論を参照できるし、どうやったらえ本当に役に立つ実践理論を作れるんだろうか、方法を作れるんだろうかという時にはこちらを参照してもらうことができる。まあ、え研究のナビゲーターになってくれるようなですね、そういうまあ体系だというふうに考えています。えー、まあ本当にざっとですね、触りをお話ししただけではあるんですけれども、とりあえず、日のお話のですね、え、ー と,っかかりということにさせていただいて、ここからはですね、武田先生と山口さんと一緒に、わいわいと楽しくお話をしていけたらなと思います。<laughs> ということで、最初にですね、えー、武田先生と山口さんにあの、えー、この本を読んでいただいてあの、武田先生のところでずっと修行してきたんですけど、とにかくまあ武田先生には、 ずっとこう厳しく鍛えていただいて叱咤されてきたので武田先生この本どうでしたかっていうのがめちゃくちゃ怖いんですけど <laughs> えひとまずあの武田先生からちょっとあの感想等をいただいてあの話を進めていけたらなと思います先生よろしくお願いします、はい、皆さんこんにちは武田ですえっとおートマノー君が一応まあ弟子確かにまあ弟子なんですが、えっと、えらく持ち上げてくれたので 持ち上げ返すというのではなくてですねこれはあのあの私が彼がまあ私のゼミに来てずっと、まあ、哲学の勉強を一緒にやっていた頃から、まあ、教育をやるのであれば、まあ、教育学者であれば教育をやるのであれば教育をまあ哲学としてやるのであればこういうことをやってほしいというのをまあずっと言っていたその本がようやく実現したと。 いうのでまあ私は本当に、えっと嬉しく思っています。で、えっと単にお世辞ではなくて何がこの本が画期的かというのをできるだけ感銘に言うとですね、えっと教育というのはその社会がどういう社会かということによって規定されるんですね。えっと村落昔の古い共同体は 自分たちの共同体を安定して守るということが大事なのでその共同体をみんなで守れるような共同体に役立つような人間をちゃんと育てていってそのことで初めて共同体がまあ,あと維持し繁栄するわけですよねえー、っと独裁国家は洗脳しなくてはいけません、えー、独裁者が一番偉いんだという 教育をししなければそればその社会は壊れてままいますそうで,す、ね、でと戦前の社会というのはさまざまな国家があって戦前の社会というのは第二次大戦以前ですね国家関係が基本的に本質的に敵対関係にあるんですねいわばゼロサム関係でうかうかしていると負けてしまうわけですそのことによって国民教育というのが必要なんですね その国家というものに役に立つ人間を教育によって作り出さなければ、えー、その国家は、まあ、大,大げさに言うと滅びてしまうんです。で今日本はどういう社会かと、まあ一言で言うと民主主義社会ですね。でこの民主主義社会というものを維持するために健全な形で維持するために、えっと、新しい世代を育てないといけないんですね。 でそのことが一番教育の今の教育の一番重要な、えーまあ、要請ですね根本にある要請ですそれでね私20年30年ぐらい前だったらこの民主主義社会がいい社会かどうか本当にいい社会かどうか私にもいろいろ疑問があったんですよねでその時には教育というのはこうだというようなはっきりした答えはなかなか出せなかった実際にそうだったんです えっと、現代の,ポストあの相対主義的なポストモダン思想では、この社会は良くないのではないかと、この社会を維持するような教育は悪い社会で、この社会を批判するような観点を、えー、新しい世代に、えっと、感度として身につけさせるのが良い教育ではないかというのはずっとあったんです。うんうん、でも私にはすれば、私はまあずっと哲学をやっていて、えっと、その考えは間違いです。で私にははそれはまずかあの間違いいだという 革新が哲学的な確信がはっきりあるので、いえっ、ー、と伊藤く君が、ごめんなさい、トマノ君が <laughs> 哲学としてやるんだったら、あのなぜ今、市民社会としての、市民社会を、健全な市民社会を育てていくような教育が一番必要なのか、それがまあ教育の本質、今の社会での教育の本質であって、哲学を土台にして、そのえっと、今、すべての教育者、あるいはまあ、 あの教教育育者だけけでではなくて、てを受ける人も含めてですね、こういう形で教育というものはなくてはいけないということの根本理論をぜひ書いてほしいと大変な仕事だけれども絶対にそれはもう泊まるしかできないから友まるしかできないかどうかわからないけれどもまあ泊まれ何とかやってほしいということをまずっと言ってたんですでこの本はそういう本です。哲学を土台にしてですね、 なぜあとそういう,こう健全な市民をきちんと育てていくその材木はまあいろいろ書いてありますがあの哲学的なあの、えー、基礎理論としてこう書,い書いてくれたと。でやったと。えっと、これをこう土台にしてですね、えー、も,っともっとさらに若い世代が教育に関係するさらに若い世代がと教育がどうあるべきかについて一つの重要な指針が出たので。 新しい展開を教育,あの教育学においても教育思想においても新しい展開が、えっと、なされるような本だと私は確信します。ちょっと長くしゃべりましたが、<あ>すみません、こんな感じで。先生、ありがとうございます。あの、短めにちょっと応答をしたいんですけど、まさに先生おっしゃってくださったように、まあ、教育哲学がですね、まあ、長らく。 あの、規範欠如の問題と、まあ、教育学者の広田照之さんの言葉を借りれば、規範欠如の問題というのを、教育哲学だけじゃなくて、教育学全体が抱えていた、まさに良い教育とは何なのかということが、もう完全に見失われてしまったわけですね。 でこの規範がないと何のためにどのように教育学を研究すればいいのかがやっぱりそこが抜けるのでこれがまあ最大の問題だったわけですけどその問題のやっぱり根底にあったのが今武田先生がおっしゃったやっぱりまあポストモダン思想の影響力というのはまあすごい破壊力だったわけですね。でまあ,あの論理相対主義とまあ歴史的相対化というのが大きなあのポストモダンの法略だったと私は思ってるんですけど。 でまああのまあ、歴史的相対化だと特にフーコーなんかが有名ですよね、そのまあ、近代をつぶさんに見たときに、まあ、教育というのは自由で平等な市民を育てるとか言いながら、まあ、実は権力に従順な子どもたち育てているだけなんだみたいな感じで、すね、まあ、これはとても破壊力があったし、まあ、言って言えているところはあった。 えでもこうやって権力批判をすると、教育って何でもきょ権力の営みだから、教育けしからんということで、まあ、とにかく批判ばっかり起こってくる、まあ、乱暴に言うとですね、まあ、そういうことにえなってしまったし、まあ、もっと厄介なのは論理相対主義で、こういう教育が良い教育なんじゃないかって言っても、 まああの今日はあまりお話ししませんけれども、武田先生もよく言われる奇流法ですよね。奇流法を使って、そんなもん絶対に正しいとは言えないんだと、これはどうだろうと、そんなもん絶対正しいと言えないんだと、奇流法というあの論法を使えば、ですねありとあらゆるものを相対化していくことができるので、教育、哲学がですねもう何も言えなくなっちゃったんですよね。何を言っても、いや、それも絶対とは言えないんだというふうにやられちゃう。 ここですね、やっぱり、まあ、私自身はその武田現象学から、えーまあ、あるいはフッサール現象学から、この気流法を封じ込めて、良い教育を論じるための方法があるんだと。気、え、流、ー、法を解体し、相対主義を解体して、良い教育を論じ合うための、そのゲームを始めるための理論がちゃんとあるんだこれやっぱり武田先生から受け継いだものが、やっぱりとても大きくて、これをまあ自分のものにインストールできなければ、 まあ、とてもじゃないけど、こんな本は書けなかったし、良い教育というものを考える様子が少なかったですね。まあ、それがどんな方法かっていうのは、まあ、ちょっと専門的になるので、後でまあ、お話の中でちょっと出てきたらですね、<laughs> するということにして、まあ、あとあの、本当にそれで解けるのかということもですね、あの、皆さんに検証していただきたいなと、えー。あ、そうそう、これはちょっと大事なことなので言っておかなきゃいけないんですけど、哲学っていうのは、何かこう、 これこそが正しいんだ、ドンみたいな、そういうこう何か偉そうなことを言うものでは全くなくて、まな板の上にすっぱだかになって、どうですか、皆さん、この考え方、納得いきますか検証してください、確かめてください。えー、っていうふうに、丸裸になってすべてをさらけ出すのが哲学のやり方、本来あるべき姿なんですよね。でそうすることで、みんながそれをちゃんと確かめていく。で後押しして確かめることができない理論っていうのは、そもそもまあ、 ごまかしなんですよねだからみんながちゃんと確かめ合ってなるほどそれは言えているっていうことをあるいはちょっとこれ足りないんじゃないかとか言い合えるテーブルを作るっていうことがとっても大事で、まあ、そういうものにちゃんと慣れているかどうかというのもですね検証していただけたらあ,のありがたいなと思っているところです、えー、すいませんあの山口さんの出番まで随分待たせちゃいましたけど <laughs> 山口さんからもぜひ あのまあ、この本を書くにあたっては、すっごい山口さん助けられたというか、やっぱりもうさっき言った通り、哲学、実証、実践、すべて網羅的にもうエキスパートなので、あの何か足りないところないかとか、あとこ、この言い方でちゃんとあの伝わるだろうかとかですね、こういうことに関しては、もう本当にあの山口さんのおかげがでできたところもある本だと思ってます。<laughs> ということで、山口さん、お願いします。 いやあの皆様こんばんばは山口ですあの友野さん裏話をしていいのかちょっとわからないんですけど実は総行を読ませていただいたんですよね。で読料館哲学だったんですよ。うん、あれ教育学の本じゃなかったっけっが実は <laughs> あの最初の読料館でしてあのその部分さえもっと文脈として哲学に足されていけばきっともっとより多くの人に伝わるし役立ててもらえるんじゃないかっていうのが はい、改めてあの発刊されたときに読ませていただいていいものになったんじゃないかななんていうふうに思っているところです、あのー。そうですね、多くの方に分かるようになんていう話を、トマノさんが最初にしてくださったのでうーん、さっきのまな板丸裸話に続けてちょっと感想でも言ってみようかなって思うんですけど、いや僕はやっぱり今回、トマノさんが、あのー、書かれた本の一言感想を言うならば、やっぱり勇気に感服。 っていあの確か内田達先生だったかなって思うんですけどあのすごい眼蓄のある言葉だなと思ったのは「論理的思考に必要なら勇気だ」って言ってたんですよね確かで。とするならやっぱり原理的思考に必要なのは何でしょうねああそれこそマルクスっぽく言うんだったら命がけの条約それぐらいに多分勇気が必要なんじゃないかなって。 どういうことかっていうと、我々ってやっぱり論理的に物事を考えていくと、例えば今回だったら学びとはどうあればいいかとか、教育はどうあればいいかとか、あるいは教育学とはこうあれるはずだとかっていうことを考えていったときに、どうやら自分が論理的にたどり着いた結論と現実にはまあ距離があるっていうことが多分分かる瞬間があると思うんですよね。で、このとき、多分この距離を跳躍しようとすること。 飛び越そうととすること自分が考えたその論理がきっとこの現実をより良いものにしていくはずだと世の中に問うことって僕はすごくやっぱ勇気のいることだなっていうふうに思うんですよねだからうん論理的思考に勇気が必要ならば原理的な思考にはもっともっとそれこそさっき言ったように命がけの条約ぐらいの勇気が必要だったんじゃないかなっていうふうに思うのでそれを本にして やっぱり用に問おうとしたこと自体、僕はやっぱり敬意を示したいなってあの、友達だからこそやっぱり思うっていうのが、すごく大きな感想かなっていうふうに思っていますが、もうちょっと続けた方がいいですかそれとも何かお返しもらった方がいいですかああじゃあちょっとそれに対して <laughs> あのせっかくなので、うん、いや、実は山口さんにこの本出た後、うん、ちょっと相談の電話したんだよね。というのは、いや、まさに勇気を持って書いて。 だしまあ、やっぱり志を持って教育学はこれだけ高度な総合学問・応学問になれるはずだっていうことで,でただまあこの本がどれくらいの方にこう受け止めてもらえるかっていうのはまあすごく心配はあったんですよね。て、うん、いうのも、まあ、それこそ教育学はじめ、まあ、すべてあらゆる学問ってとても細分化しているのでそもそも教育学とは何かとかどのような教育が良い教育かとか 科学って何なのかとか、どうあれば科学になれるのかとか、良いまあ実えー、役に立つ実践、理論や方法ってどうやったら作れるのかとか、うん、まあこういったこうメタなものというかです、ね、原理的なところへの関心をどれくらいの方が持ってあの共有してくださるかなっていうのは、うん、まあ正直全く今も分からないあの。それはもうこれから多くの方に検証していただくしかないかなと思ってるんですけど、伝わるかどうかがまず分からなかったのと、うんうん あとまあそう,そういった関心を共有しないとつまみ食いしちゃうんですよねこういう本って。ですごいこ,これはもう武田先生から学んだことなんですけど哲学書の読み方大きく3つを決して手放しちゃいけないってあの問いは何か、えー、その問いを解くための方法は何かどんな方法で解いたのかそして答えは何かこの問いと方法と答えっていうのを手放すと読みたいように読んじゃうんですよね。すごく だから一部だけ捉えて、ここがどうだとか、もう本当にあので批判っていうのも何とでもできる、自分の関心に合わせて、何とでも引っ掛け論法で批判もできるので、のこの本も全体像を捉えられないと、ごく一部を自分の恣意的にこう読んで、恣意的な観点から批判されることもあるんじゃないかなみたいな心配もあったので、 この本が届いたときに、まあちょっと読み直したらですね、で、ただ同時に、いくらでもこういう本って長く長くして、分厚く分厚くして、うん、まあある意味、なんていうんですか、あの、うん、なんていうのかな、こけ落としじゃないけど、こんだけのものが <laughs> あ,のあるぞ、みたいなのを、いや、武田先生、こんな本書かれた人を前にして言うのはあれなんですけど <laughs> あの、いくらでも長くして、 そのまあ、これはもうその必然性があるんですね。なぜならここに書いてある通り、書いてるかな、あ2500年の哲学の歴史を相談し、かつ刷新する画期的論って書いてるんですけど、2500年の哲学史相談してますから、こんだけの分厚さ、これもう一巻分あるのはまあ仕方ないんですけど、仕方ないっていうか、まあ、そうなるのはまあ必然なんですけど、あのこの本も、ある意味こう哲学と教育学の歴史と、もうありとあらゆる研究を全部ここに。 こう網羅的にこう描き込んだらまあなんかケ落としはできるわけですよねでも読みにくいあのなほ本当に伝えたいのは理論なんですよね理論メタ理論体系理論なんですよねだからシンプルに理論理論だけをまっすぐと走らせたかったでそうするともちろん脚中にたくさんあの書いてますけれどでも余計なものはある程度そぎ落として、えー、その理論で勝負するっていうことをまあ やりたかったんですけど、読み返してみたら、うん、あれは本当はもっとあれも書くべきだったかな、これも書くべきだったかな、もっとここを分厚くしそうくべきだったのかな、みたいな、まさにその勇気を持って削ったのが、なんかこう、<laughs> 一人になって読み返すと、なんかその,あの勇気持ってたはずなのに、なんか不安になってきちゃって、三や、さん、これ、どう思うみたいなね、ちょっと相談したことがありましたよね、すみません、なんか応答が長くなっちゃったけど。いいいいやいやいやもううなんていうか でもその分ね、例えばその実証部門であれば科学性担保の議論ができたわけだから、例えば既存の研究をレビューするようなあのシンポジウムが開かれたりするといいよねっていう話とか、哲学部門であればそもそもですけどね、あの本質と原理があの仮説として思考の始発点として提示されたわけだから、まあ、多くの人に使いながらやっぱり検証していってほしいっていうこともあると思うし、まあ、実証部門は本当にこれからですよね。ごめんなさい、そうそう、実践部門。うん まあ本当に一番そうのが広いところだから、本当にいろんな人が参入して、いろんな議論が巻き起こればいいななんていうふうに思っている人が一つ思うことと、それこそですね、一つもう一つ勇気話につなげておくと、僕はまあ政策の担い手、教育政策の担い手としてだいたい日々を過ごしているので、やっぱね、勇気の裏返しじゃないけど、やっぱね、すごい不安になるんですよね。僕が扱っているのは基本的に制度とか仕組みと言われているもので、これは 言葉で編まれ,、ね、れてる制度や仕組みっていうのはあの知らず知らずのうちに人のマインドセットとかをやっぱり変えてしまうところがあるから常に本当にこれは教育として良いものなのかとかそこに近づいてるのかっていうことを、まあ、常に自分にやっぱり問い返さなければならない仕事だと思ってるんです。で僕はあの武田先生の,あの話であるとか間野さんがそれを受け継いで 提出したその本質や原理っていうのを知ったのはもう二三年前になりますかねそこから本当に日々トマノさんの原理武田先生の原理に助けられてきたなっていうところがあ,のありますねやっぱり一般福祉っていう言葉一つを知っているだけでその論証過程も含めて分かっていれば常にそうだここに立ち返ってこれにかなう教育政策になっていればいいかってことを考え続ければいいんだそれをみんなで問い合っていけばいいんだっていうことがね分かるので それだけに本当に多くの場面で救われてきたななんていうことを今ちょっと記憶として思い出として思い返しましたって感じでした。はい、ありがとうございます。あのそうなんですよね。山口さんがあの、ま、武田先生、ま、ヘーゲル武田ですねから、えー、受け継いだ、ま、自由の相互承認の原理というのと一般福祉の原理というのがあって。 まあこれが教育の本質あるいは正当性を支える一番大事なキーワードになるんですけど、まあ、私も武田先生をあの「の人間的自由の条件」という本でこの辺りのことを知ってあこれは教育の原理論になるぞという、まあ、あの確かなあの感触を得てでなぜこの近代社会の本質は自由の相互承認と言えるのか。なぜ えー、そうであれば一般福祉まあ今日はちょっとどれくらいこの具体的な話をできるかはちょっと分からないんですけど一般福祉の原理というものがその社会政策としての教育の正当性の原理と言えるのかということ、まあ、このことをしっかりとこうまあ論証していく中で山口さんが突如現れて、うん。<laughs> これは自分がやっている行政の指針になると、一番の底板になると。で行政っていうのは、さっき言ってくれたように、やっぱり不安ですよね。何千人何万人の子どもたちに影響を与えることをやっているので、やっぱり土台がないと、自信持って政策が打てないわけですよね。でそういうい時に 本当にこの実践や政策というのは、すべての子どもたちの自由を実質化し、自由の相互承認を実質化するものになっているのか、うん、ちゃんと政策として一般福祉の原理にかなうものになっているのか、うん、こうやって立ち返るような原理があることで、しっかりと政策を、まあ、せあの少なくともぶれずに考えていくことができるようになった。でこれも山口さんの秀逸な例えをあの借りると、 まあ我々が3たす2は5とか、25たす25は50だとか、こういうふうなことがすぐに言えるのは、家宝の原理を知っているからだと、足し算の原理を知っているからだと。で、もしこの原理知らなかったら、一つ一つ全部なんかおはじきとか使って数えなきゃいけないけど、原理を知っているから、具体が分かると。具体的なことを考えていけるようになる。なんかそう言ってくれたんですよね。で、つまり自由の相互承認とか一般福祉という原理を知っていれば、今のこの、 政策なりがちゃんとその一般福祉にかなうのかなって考えながら、えー、考えていくことができるので、まあ、ブレが少なくなるっていう言い方をまあしてくださってですごく役に立つんですよってねあの1 2三3年前山口さんに言ってく、うん、来てくれた時にそ,その感じまあ役に立つあ,あごめんごめんどうぞ。 い、うん、いやいや僕は、ね、役立ち方に1つ付け加えたいことがあってあの確かに過去の原理のように考え方をしていれば自分で答えが出せるっていうことが、まあ、最初の直感だったんですよねでも今もう1つ付け加えたいのはやっぱり問い合いができるようになったことっていうのを、うん。 付け加えたいいいななっっってててて今の話を聞いていてやっぱりなおさら思ってもちろんその考え方自体にその人独自のものがあっていいという大前提はあるんだけどでも多分考え方が共有されていてかつその解が多様である時に多分一番相互触発とかいいものを生み出しやすいっていうことがあるんじゃないかなって思うんですよね。うん、まさに哲学があの丸テーブルにみんなを集めてっていう話とも似ているしあ、ま、いた丸はるかの話にも似ているけれど。 だから今やっぱりもう一つこの考え方が出たっていうことに対して役立ち方を付け加えたいのは考え方を共有していて会が多様である時に多分一番いいものが生まれやすいんじゃないかっていうことを実感として分かる、まあ、つまり例えば僕だったら杉並の教育政策にとって何がいいのかっていうことを考え方をみんなに提案して共有した上でその土台に立ってみんなで建設的に議論していくことができるっていうのがやっぱりすごくありがたかったかなってこの。 うん、十何年振り返って思いますね。それが哲学原理というものの意義ですよね。やっぱりそれぞれいろんな考え方あるんだけど、どこはみんなが納得できるところなのかっていう。その土台がある。底板がちゃんとはまってる。このことがで、その上で感官学が議論ができる。それはとっても大事だなと思いますね。あの、武田先生、あのこんな感じで武田原理がですね。教育の世界にあのしっかりと <laughs> 展開を今 <laughs> しているんですけれど、何か先生思われることが。 あれはいかがでしょうえっと私ちょっと哲学の哲学の考え方の原理について優しく言えるかなるべく言いたいんですがちょっと話してみますね。あのもうお二人があの示唆してくれたことなんだけども私は哲学を説明する時にね哲学というのは開かれた言語ゲームであると。それでね哲学の思考方法は えっと大昔からずっと人類のと歴史の中で人間というのは必ず世界説明というのをしてたんですよ。で世界がどうなっているのかで特に重要なのはどういうことが人間にとって重要でまた善悪の基準というものが何かということをいろんな民族がいると必ずバラバラになるわけね。いろんな人間がいると必ずバラバラになる。でも 統合しないいとまずい時がべバラバラでもいい時もあるんだけども一つにしないと困る場合があってその時に世界説明が必要なんですよだからあの神話というのは今からあごめんなさい宗教というのはよくなんか非合理な考えとかって言うけれどもそうではなくてあの人間が初めて持った世界説明だというふうに考えた方がいい。でも宗教の考え方は物語なんですよ。神話とか教義とかね。 ところが哲学はあのそのあと出てきて、まあ、ギリシャが一番典型的なんだけれども、えーとね、哲学が生まれる条件があって今あのまさしく山口君が言ったんだけどもいろんな考えの人が出会ってコミュニケーションする場所がないとダメだもう一つはそこが何を言ってもいいという言説の自由があってでテーブルがあって問題を提示して この問題についてどう思うかと、いい考えは何だと思うかというような問題が提示されて、さまざまな価値観の人が、つまり同じ価値観の人が集まってても決していい考えが出てこないんだよ。もう初めから1つしか出てこない。さまざまな考えの人が出てきて、えっと、キーワードを置くんですよ。万物の原理は水だと言ったり、火だと言ったり、いや、ヌースだと言ったり、イデアだと言ったりして。 このテーブルの上にこうキーワード、このキーワードがあの哲学では原理、まある系なんだけど、一番根本のものという意味です。で、哲学は宗教と違って、教祖が言った言葉をずっと長く維持しているのではだめなわけです。いつも言ってるように、あの弟子が、師匠が言ったことをもう一遍考え直して、もっと普遍的にもっとみんなが、あ、なるほど、こっちの方がいいあのより良い考え方だという。 ようなキーワードを出せるかどうかが哲学の勝負なんだね。で、この考えは物語とは違って、私はそれをまあ、普遍洞察の考えと呼ぶんですよ。で、普遍洞察の言葉はね。西県からあの取ったんです。うん、西試が初めに言ったんだけども、うん、普遍洞察というのはいろんな考え方があるけれども、その中からうんと単に統合するというよりもみん誰でもが。なって 取得できる新しい考え方を作り出せるかどうか、だよね。今、あの、山口君が言ったこととま、ま、さしくぴったり合うんだけれども。あの、そういう考えが、あの、初めて、まあ、ギリシャに出てきて、えっと、ギリシャ哲学がこ展開していったんだけども。そこから科学の考えが出てくるんです。つまり、科学の考えの大元は普遍洞察なんでね。なんか、特別に頭のいい人が。 私は世界はこう思うというのは、まあ、いわば宗教の考えでねあの宗教は宗教ですご,すごくいいところがあるんだけどもでもやっぱり大きく違って哲学の思考というのはさまざまな考えがあるけれどもそれをこう開かれたあとオープンな言語ゲームの中で鍛えていくその方法だよねだからあの哲学ではあの頭のいい人も必要かもしれないけれどもむしろそういう場所が一番大事なんだ、うん、その場所が続いている限り人間は だんだんみんなにとって、あとこういうことがやっぱりいいよねと、えっと、人間が生活していく上で人間が、人間社会の生活の上で一番大事なことは2つあって、暴力の縮減とみんなが共存し、みんなでお互いに、えっとえっと、生きるということを享受できるということでね、暴力の縮減と性の享受ということが一番、相互享受ということが一番大事で。 そのためにどういう考え方がいいかということをさまざまな人がさまざまな考え方が集まってそこでできるだけ良い考えをこう鍛えていくような方法が哲学でそういうのも、まあ、哲学の思考の原理というんですよ、うんで。でもそういう哲学の考えは、まあ、マルクス主義があってあと相対主義が出てきたために全く覆い隠されて。 誰も分からなくなくっている現代哲学が死んでいるというのは、まあ、私がもう長いこと言っていることなんだけどもで私は哲学者だからあの哲学の根本の方法はそうで、まあ、非常に重要な考えで特に今特に、まあ、日本が民主主義国としてこれから世界が共存していけるようなあの、えっと、人間の未来に作り出すために日本がどういう役割を果たさないといけないか特に教育というものはものすごく大きな意味を持っていて。 教育がどうあるべきかを立て直すことができないなどというのはもうあるまじきことなんですね <laughs> 私に合わせると。本当に、まあ、哲学もちろん私は、まあ、哲学のいろんな問題をこうあのと解かないといけないということがあるんだけれどもあの今教育の問題が、えっと、あの本当に混乱しているというようなことは何とかついでに言うと何とか。 教育の中に哲学のカリ日本の教育の中に哲学のカリキュラムをあのトマル君が偉くなったらぜひそのことやってください <laughs>、まあ、まあそんな感じで私としては哲学の観点から言うと <laughs> あの今哲学の原理は何かという話をしましたあ、うん、ありがとうございますあのまさに今もう私も本当小学校低学年からまあ中高大 えー、もっと多くの高齢者まで含めてあの哲学対話、まあ、我々は本質監修というのをよくやりますけど物事の本質を言葉にして洞察し合っていくでみんなでこう言葉を鍛え上げやっていくっていうですねこれもう小学校低学年でもできるんですよ。でこういうのいろんな学校であのやっていてやっぱり子どもたちの思考力や言語力に、まあ、毎回なんと言いますかあ,あの 希望を感じさせててもらってるんですけどこういうのはあの少しずつ仲間も増えてきたので多分あのまああんまり強制はしたくないんですけどもねあのやりたい人がでこういうものをもう渇望している子どもたちもたくさんいるのでそういう人たちと一緒にまあそういったなんて言いますか動きをあの活発にしていきたいなと思うんですけど今武田先生がおっしゃったことから2つあのえちょっとお話ししたいなと思ったんですけど。 まあさっきこう哲学のリレーの話があって、師匠をですねまあ弟子たちが何とかしてこう検証して、場合によっては乗り越えていくと、そういう,こう哲学のリレーというのはずっと続いてきたわけで、ついこの間もですね私もあの武田先生の,あのまたあのもう一人の弟子で、私の弟弟,弟子にもあたる岩内翔太郎君というですねまあ彼も本当機影の気鋭の期待の哲学者なんですけど、岩内君とも。 あのこの前対談イベントでちょっと話したんですけど、まあ、我々も当然ですねあの武田政治をなんというか <laughs>、えー、ボコボコにするために手ぐすね引いて, <laughs> なんてこれ常に爪を研いでいるわけですよねやっぱりもう武田政治をなんというかあのもう完成したものとして崇めるなんて気持ちはもちろんさらさらなくてやっぱり乗り越えていかなきゃいけないんだという思いで、まあ、ずっと哲学をあのやってきたわけですけれどただまあ あのやっぱりこの欲望論という仕事はですねやっぱりまあ哲学100年200年300年残る仕事、えーまあや,っえー、やっぱり哲学史をぐっと先に推し進めた、まあ、本当に大きな仕事なのでそう簡単に乗り越えられるものではない <laughs> 何百年レベルのものなのでところがですねもう一方で こういう哲学のゲームを始めたら、こんなことができるんだよということを示してくれているんですね。それがまあ一つはやっぱりあの本質監視ですよね。その物事の本質ってこうやったら動作できる。あの繰り返しますが、絶対に正しい本質じゃなくて、みんながなるほど、それは本質的だというふうにうなってしまうような考え方、言葉を紡いでいく。その 現象学的な本質監視の方法論を、やっぱり武田先生は徹底的に洗練されたと思うんですね。で、その方法論をインストールすると、まさに教育とは何なのかという本質監視ができる、えー。私は他に愛っていう本も書いてますけど、愛とは何かという本質監視もできるようになる。良い社会とは何かとか、良い人間関係とは何かとか、善とは何かとか、美とは何かとか、そういったさまざまな人間的意味や価値の本質を、えー、みんなで 洞察し合う不遍洞察のゲームを始めることができる。まあ、武田先生が切り開いてくださったこのゲームをですね、まあ、我々がさらに展開していくというのが、まあ、特に教育学に関しては、私はそれは一つ大きなあの宿題をいただいたので、これをやる必要があるなと思って、まあ、今回の本はその一つかなというふうに思っているところですね。で、もう一つ、先ほど武田先生がおっしゃった、まあ、開かれた言語ゲームなんですけど、まさにこの本で、教育学のそういった開かれた言語ゲームをやりたいと。 いうふうふに思ったんですねで先ほども言ったように、まあ、あのやっぱり個別研究がメインですよね教育学っていうのはその例えば学力と、えー、学級規模の、えー、相関関係を解明するだったりとか、えー、学び合いの、えーまあ有えー、効果を検証するだとか、まあ、さっき言った通り留意の いついつの文献を研究するだとか、そういうまあ個別研究がメインですけれども、それはそれでもちろんとっても大事な研究なんですけれども、そもそも教育って何なんだろうとか、どうやったらみんながちゃんとその検証し合えるような、非常に高度に科学性が担保された、えー、研究ができるんだろうとか、本当の意味で役に立つ理論や方法でどうやったら作れるんだろうかっていうことを改めてみんなで考え合いたい。だから 今回の私の本は、まあ,あの、もちろん自信を持って、勇気を持ってあの出したものですけど、これが絶対に正しいんだっていうわけじゃなくて、何度も言ってきたように、検証してくださいと。で、これもとっても大事だと思います。それこそ科学性の担保だとか、学問性、高度な学問性の担保の条件は、全部理論を明示するってことなんですよね。これこれ、こういう理論でこうなってます。で、ここにごまかしがあっちゃダメなんですよね。全部勇気を持って全部さらけ出して、 でどこか一つでも間違いがあれば全部崩れますっていう勇気が必要だとでこれがやっぱり学問性担保するっていうことですよねでそういうゲームをみんなであの改めてやりませんかというあのなのでそういう仲間がですねこれから増えていってほしいなというまあそういう気持ちでいるわけなんですけれど、えー、っいやあのこれからトマノ君の書いたものをだんだん新しい世代が その一番重要な点をあの理解していくと思います必ず。なぜかというと原理的にちゃんとしてるから私二言見事ぐらいでその一番重要な骨格を言うと、えっと、いい今日本社会の教育の一番重要なとこ,ことは、えっと、自由の相互承認と、まあ、一般福祉でね これはまあ近代社会の自由な近代社会の一番重要な本質なんだけどもここを軸にしてそれがますます成熟し豊かになっていくようにえっと教育というものは進めていくべき教育のまあ好順がそこにあるというのは一つだよねもう一つはそれは一番土台であって具体的な実践はどうするかについては このことが、まあ、あのもうちょっと言うとそのことが本当にそうかどうかは、うん、結構あのまだ仕事私が今それやってる仕事の一つなんだけどもあのもっと展開する、まあ、丁寧に展開していく必要があるけれども私はそれをあのもう動かしがたいと思ってるんだけどもその,ことその土台がしっかり分かったら、うん、あの個別的な実践の問題は、うん 本質監視という本質洞察あるいは本質監視という原子学の方法があってこの、えっと、方法をしっかりえあの掴んでえええみんなであの問題を考えていけば必ずと有効なところにこう出ていくことができるという、まあ、その日本橋でこの音楽に書かれているのは哲学的には今それ以上の考え方はない,ないと思います。だから、うん あのこれからの新しい世代がつまり哲学の考えではね原理がちゃんとしてたら必ずだんだん伝わっていくと、うんうん、で私が一人でやってたこともだんだんこうあの玉の組や山口君やちゃんと理解者があの出てきてそれをこうあここはいけるからこれをもっと展開してあのいこうというような人が出てくるという私もあのこの 20年ぐらいのうちにそういう確信をだんだん強く持ってるんだけどもあの、そういう形で教育学のやっぱり出発点になると思います。ありがとうございます。はい、もうまさにその原理をそこに敷いて、もう政策から実践から縦横無尽に動き回られている、うん、矢口さんのお話を聞きたい。いやいやいや、<laughs> なんか今ちょっと先に武田先生のお話に感想を言っとくと、なんか武田先生が前に、武田はトマノが発見し、 えっと、トマノは山口が発見したってなんか言ってくれてたなっていうのを久しぶりに今思い出してそうなんですよ僕はトマノさんの原理は一番かどうかは分からないけど最初期に発見して確かにそれをずっと使って考えてきた時間がやっぱり長い分そのもしかしたらうーん皆さんっていう言い方をしていいか分からないけど、うん、もしかしたら多くの人よりトマノさんの原理 その土台になっている武田先生の原理について役立ち方が分かっているところがあるのかなって思いますね。あのそうだな実践の話でしょあさっき土間のさんがあの子供の可能性の話してくださってたかなって思うんですけどそう子供って本当に可能性の塊ですよね。で子供が可能性の塊だっていうこととうん人間的欲望の本質は自由であるっていうこと。 この2つを捉えたときに、やっぱり学びや教育の出発点は、あの子どもたちの自己選択、自己決定である必要がおそらくあるなっていうふうに思うんですよね。それは自由の本質が、ヘーゲル的に言うと、初期定性における選択決定、可能性だからですよね。さまざまな制約があれど、それでもなお自分の人生は自分で選んだり、決めたりすることができる。この自己選択とやっぱり自己決定に始まる、あらゆる学びや教育というのがやっぱり、 一番大事なポイントなのかなっていうふうに思っているっていうことが一つで、ね、ですね。だからこれからの学びや教育のあり方を考えるときには、やっぱり子どもたちの自己選択、自己決定っていうところを最初に置きたいっていうのが僕の政策上の考え方ですかね。で、子どもたちってそういう中でこそ自分で選んだこと、決めたことだからそうこそもっと解決したいとかもっとできるようになりたいって思って探求に浸っていくんですよね。そそういうい探求に浸る中でこそ 自分だけでは解決できない問題に当たったときに、誰かと一緒に学びたいとか、共に協力したいっていう、つまり相互承認の土台になっていくような経験をおのずと積んでいく。僕はこういうふうに、この学びという軸を立てたときに、自由から相互承認に至る道筋が一つ引けるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、もう、ごめんなさいね、もうちょっと話して大丈夫かな。僕やっぱり宮台先生の社会学をあのすごく参照するところがあるので、 あの宮台先生に言うとあの、委ねて文句だけ言う社会ですよね。うん、誰かに委ねて,てねあの文句だけ言う社会。これってまさにあの一般意思に基づく一般福祉、民主主義社会、市民社会の本義とは、まあ、言ってみれば対極のところにあるわけですよね。うん、でも、じゃあどうしたら自分たちの問題を自分たちの問題として引き受けて、かつ支え合うことができるか。 話をまあ考えたいわけだけだど結局これもさっき言った自分で選ぶこと決めることから多分始めることでしか、うん、解決の道筋はないんじゃないかなって思うんですよね。自分で選ぶこと決めることから始めて自分たちで選ぶことや決めることを介して初めて自分たちのことは自分たちの問題だから引き受け支え合っていこうっていう多分市民社会の本気につながるようなそこに学びと教育の本筋的な道筋が引けるのかなっていうふうに思っているから。 うん、なんか具体的なことはいっぱいあるんだけれど、やっぱり武田先生の話と今、友野さんの話聞いてて、改めて、うん、そういう軸をもとにいろんな政策を展開していきたいなって、改めて思いました、うん、っていう感じでしたけど。あ,<ー>ありがとうございます,すあのいや。今、結構具体的な話になっていったので、ちょっとそんな話もさせてもらうと、あのーまあ、公教育の本質は、まあ、私が定式化した言い方だと、各人の自由。 および社会における自由の相互承認の教養力能を通した実質化という言い方をするんですけど、まあ、要するに各人全ての子どもたちが自由に生きられる、まあ、生きたいように生きられる、力を確実に育むためにあるで。そのことで同時にこの社会の自由な社会、自由の相互承認の社会をより実質化していくためにある。えー、この自由の相互承認の原理というものを手放してしまうと、 武田先生の言葉を使うと、普遍闘争ですね、自由をめぐる殺し合いがまた、えー、勃発するし、えー、あるいは大多数の人の自由をごく一部の権力者が抑圧するという、そういう形で平和を保とう、統治をしようとする、そういうものに舞い,舞い戻ってしまう。みんなが自由に生きたいのであれば、お互いの自由を認め合う、自由の相互承認をルールとした社会を作りがいになる。 教育を通してそれを実質化していく。まさに市民社会を実質化する一番大事な原理が、一番大事な土台が公共不意にあるということなんですけど、で今、山口さんが言ってくれたように、自己選択、自己決定というものを子供の時からある程度しっかりと積んでいくことの重要性っていうのは、自由になるための,あの基礎条件なんですよね。というのは、これはもうジャンジャック・ルソーが、 あの自由になるために子どもたちにはよく規制された自由が必要であるという言い方をしていて、すごくいい言い方だなと思うんですよ。野放しじゃないんですよ。野放しにすると、やっぱり万人の番人に対する戦争になるしあのえーまあ、余計にお互いの自由を奪い合ってしまうけれども、よく規制された自由、つまりちゃんと守られていたりとか、あるいは最低限、しっかりとその他者を傷つけないとか。ルソーがこれも あのもう子どもに守らせるべきルールはたった一つだと、あの他人に危害を加えるな、もうこれだけでいいんだと、でまあ、もうちょっと成長してくると、えー、他者を、まあ、一人の,あの人間として尊重せよという、まあ、そういう言い方で良いというような言い方を、まあ、しているわけなんですけど、そういったまあルール、それは大人がしっかりと守らなきゃいけないルールですね。でそののよく規制された自由の中で えー、自分の自己選択や自己決定をしながらでも他者とバッティングするのをうまく調整し合う自分の中で相互調整しながらお互いの自由を認め合うという感度を育んでいくでそのためにはある程度の自由が与えられていないとあの相互調整もできないわけですよねあの先ほど武田さん先生がおっしゃったようなあ,のある程度思考の自由がないと哲学生まれないっていうのもちょっと似ていてある程度の自由がないとただ抑圧されるか えー、与えられたものに抜けがけするかこれもルソーが言ってますねなんかずっとこう締め付けられてるとあの人はも余計不道徳になるってね <laughs> いかに抜けがけするかを考えるかみたいなまあ今山口さんが言ってくれたのはそういう子どもはどういう環境で育つ必要があるのかっていうのもやっぱり今の原理をそこに敷くとちゃんと見えてくるから。 じゃあそれもっと具体的に幼稚園でどうあればいいんだろう、小学校でどうあればいいんだろう、もっともっと具体的に考えていけるし、じゃあ学びのあり方ってどうあればいいんだろうとか、エモギさんはもっとね、それをこうダイナミックに理論化をどんどんしているわけなんですけど、原理を敷いて具体的なことが見えてくる。逆に言うと原理がないと土台が抜けるので、何をどう考えていけば分からなくなるっていうことですよね。あともう一つだけ、宮台さんの言葉、委ねてぶーたれる <laughs> 日本人っていう話と、 あの,の話もちょっとと踏まえると、まあ、やっぱり市民社会を成熟させるための公教育という意味があるわけですよね。で、それはやっぱり自分たちの社会は自分たちで作る、えー、そういった、それが市民社会だから、やっぱり学校も自分たちの学校を自分たちで作るっていう、そういう経験をやっぱり徐々に積んでいく必要があるわけで、こういうのを全くなしにいきなり、ずっと言われた通りに育てられて、で社会に出て、はい、選挙行きなさいとか <laughs>、そんなのは、 やっぱり市民にちゃんと育まれてないのであの学校教育において自分たちの学校自分たちのコミュニティ自分たちの生活は自分たちで作るっていう経験をやっぱりしっかりとあの積んでいく必要があるよねっていうこともやっぱり原理からしっかりとあの説明していくことができるっていう、まあ、そういうことかなというふうに思いましたねあと10分ぐらいになったんですけどえ野、ー、口さん今の話もし応答があれば、うん、えっ いやーなんかそうですね、2つぐらい少し具体的な話した方がいいのかな、わかんないですけど、まあ、今、ルールメイキングとか、高速見直しの動きがあるのはすごくいいことですよね。いや、僕はなんかその、決してどこそこに文句を言いたいわけじゃないんですけど、まあ、最近やっぱ主権者教育っていうことがすごく強調されるけど、そこで例示される教育活動の例って、 模擬選挙やりましょうとかって、まあ、結構そういうのが多くて、でそれもそれもちろん必要なことなので、それ自体を否定すべきものではないんですよね。だけど、友野さんの話を受けて僕が言いたいことっていうのは、実はルールメイキング以上に、拘束を見直したりすること以上に、やっぱり日常を変えていく必要がある、うん、1>, その1年間に数回、もしかしたら数年間に1回しかない特別な機会をどうするかっていうこともも,もちろん大事だけど、 それ以上に日々が子どもたち一人一人の自分で選ぶことを決めること、自分たちで選ぶことを決めることに貫かれていかないと、およそ多分市民社会の成熟につながるような経験を学校の中で子どもたちに、と、うん、りわけ義務教育を9年間、0歳から15歳までに積むことはやっぱり難しいんじゃないかなっていう,ふうに思うんですよね。で我々はやっぱり子どもの自己選択、自己決定に委ねるっていうこと、つまり子どもを前に立たせて、それを僕の言葉で言うと、後から追うように支えたり。支えたり 共に考えたりしてていいくくってすごそそれここ勇気のいることなんだけれどでもやっぱり喜びがあるんですよねもちろんその生命やその倫理や人権を脅かすようなことは決してあってはいけないけれどやっぱり子どもたちに前に立ってもらってその背中を後ろから眺めた時に発見できる子どもたちの可能性ってやっぱりすごく僕たち大人を、うん、いい意味で刺激してくれる何かをもたらしてくれるなっていうふうに思うから。 何が痛かったのかなうん、そう、日常を変えることが大事だし、自己選択が自己決定、そして心理学的に言うと、集合的決定ってやつですね。うん、そういうところで、やっぱり学びと学校教育、教育を貫いていけるといいなっていうふうに改めて今聞いておったって話でした、うんうん。うん、ありがとうございます。このテーマに関しては、うん、あの市民社会、民主主義の哲学者である武田先生を <laughs> おっしゃりたいことがいっぱいあるような気がするんですけれど。うんとうできるだけ 簡潔に言うとわ私の考えではあの、市民教育の、つまり、まあ、民主主義を成熟化していくための教育の、市民教育の根本の柱は2つあってね、この社会の中でできるだけみんなが対等な形で、えっとまあ、いろんな意味で競争していけるためのノウハウを身につける、生きるための技術を身につける。もう一つは えっと、自分の自由を開拓していくための自分はどうやって生きていくのが自分にとってよく幸せなことかということを自分で投与していく、うん、そのための、まあ、それまあ私一般的にリ,あのリベラルアーツの,あの、えっと、本質はそこにあるとヨーロッパの流れから言うとヨーロッパ近代に至るまでキリスト教が全部人間の性の意味を与えていたから いわばそれは全部なくなくるわけね一瞬近代になるであの人間は、まあ、ニーチェ的に言うと自分で自分の生きる意味を探さなくてはいけなくなった。でもそれをどう探すかというといろんな人間が自分にとって善は何か自分の幸福は何かということをどうやって生きてきたのかをこう目撃する必要があるわけだよね。 であのそのことは、まあ、ヨーロッパでは哲学と文学芸術文化、まあ、そういうのがリベラルアーツの根本でそれはあの直接的なノウハウとは関係ないよねでそういうものを学んで何ができるかというと一番根本はね子どもというのは初めはまず親からルールを与えられないといけないしでだんだんまあ社会から少しずつルールを与えられないといけないんだけども他に与えるものがないからさだんだん 自分たちの中でルールの意味を分かって、ルールの本質を分かって、自分たちが関係の中でルールを作っていける、その能力を身につけること。これがまあ、ノウハウではなくて人文教育の一番大事な根本。うん、で、そのことによって初めて、えっと、市民社会の人間はさまざまな領域で良い関係を、えっと、作っていく。人間ののの自由の本質というのは 私実はあの人間的自由の条件でまだ自由の本質についてちょっと書ききれないというようなことを言ったことがあるんだけどもまあこれからあの書かないといけないと思ってるんだけどもそれは人間の自由の本質というのは一言で言うとね関係の中での自由なんであの孤立した自由というのはありえなくて人間は関係をつまり他者との関係を上手に動かさないと 自分はこう生きたいという自分の自由を実現できないのであって、えっと、そういういわば自分あの関係を作り上げていく能力をどうやって身につけるか、うん、それは教育の市民教育のもう一つの非常に大きな柱だと思います。うんうん、だからあのい今はそういう感度今の教育はあんまりそういう感度はなくて、まあ、まあ基本的にこうルールにを守れるかどうかみたいなことがこう中心になってるんだけども。うん あのもちろん時期があるんだけど、だんだん自分たちでルールを自分たちの良いルールを作っていけるようなあの、うん、そういう方向がまあ追い詰めるとなんかあの教育のもう一つのあの大事な柱かなというふうに思います。うん、うん、ありがとうございます。あの関係の中の自由っていうのはとても大事なキーワードをいただいたんじゃないかなと思うんですけど、それこそルソーが 社会契約論の中で自然的自由とそれに対して社会的自由という言い方をしていて、まあ、えー、未開社会においては自然的自由、まあ、いつ寝,寝ようが、あの、何しようが自由だみたいな、そういうものがあったけれども、まあ、近代においては、 というかまあ人間は共に暮らす以上そんなことはもうできないのであってやっぱり関係の中で社会の中でいかに自由になるかということを考えなきゃいけないんだだから社会契約というのは私の言葉だとみんながみんなの中で自由になるための約束これをまあ結ぼうっていうことでまあこんな形で社会契約というものがあの続いあの,の原理が鍛えられていってそしてヘーゲルがそれをさらに鍛えて自由の相互承認という原理にまあ鍛え上げるわけですけどそしてまあそれを土台にして今 この教育の原理として、これを変容しようというような話をまあしてきたわけなんですけど、えーと、あと4分ぐらいしかこの参議院の時間が、その後質疑応答なので、あ,のあと4分ぐらい、3分ぐらいなので、ちょっと最後にですね、うん、<laughs> 教育、建設的な教育論についてちょっとあのお話をさせていただいて、 また何かやり取りができたらやり取りをしてで、質疑応答に移っていきたいと思うんですけれどもあの、私がこの本を書いたり、あるいは今まで教育の哲学、教育の原理というものを、えー、探求してきたあの背景には、えーまあ、武田先生はよく現象学というのは、信念対立を克服することができるんだという言い方をされていて、私も現象学の方法を用いて、えー、教育をめぐる、まあ、教育なんていうのは信念対立の嵐ですから、 まあこれをこうやったら現象学的に解けるんだということをこれまでもいろいろと論じてきたわけなんですけれどもやっぱり教育の世界っていうのはまあ本当にあの不毛な議論というか信念の対立がありとあらゆるところで起こるんですよね。で基本好き嫌いに基づくんですどうしたってだからやっぱり好き嫌い論になっちゃうんですよねで。でも好き嫌いじゃなくて原理をそこに敷きましょうですね。 えー、これは好きだ、嫌いだじゃなくて、えー、やっぱり自由、子どもたちの自由の実質化に反するよ、なぜならねという形で論じたり、こんな教育、自由の相互承認を実質化するものになってないじゃないかという形で批判をしたり、あるいは今日、一般福祉の話はあまりできませんでしたけど、一般福祉の原点に反するよね、この政策は、みたいな形で、やっぱりそこが敷かれることで、えー 建設的な議論が好き嫌いじゃなくて建設的な議論ができるようになるということですね。ああのなので、まあこあの、あと欲望関心相関性の原理というのがですね、武田現象学の大きなキーワードであるんですけれど、まあ、私たちの考えというのは欲望関心相関的、私たちの認識というのは欲望関心、私たちの欲望や関心に相関的にいろんな考えや認識というのが起こってくる。でこれはつまり なんかこれが正しい教育論だとか、これが正しい教育の見方だとか、いきなりポーンと言うんじゃなくて、お互いの欲望関心を開示するってとっても大事なんですよね。自分はこういう関心から、からこの教育論についてこういう問題があると思うというふうに言い合うことで、検証し合えるわけですね。あなたのその関心が本当に妥当なのかとか、そういうふうにやっぱり検証し合うことができる。 でこれなくて好き嫌いでこれ間違ってるあれ間違ってるって言ったらもうどこにも議論が行き着かないので私たちは自分の欲望や関心を開示もちろんいついつかなる時もそれが私たち自覚的であるわけじゃないけどでもできるだけそれをこう自覚的になってそれを開示し合うことでより建設的で深い議論ができるようになるし さらにその欲望監視のさらに奥底に自由とか自由の相互障害とか一般福祉とかいう原理をちゃんと持っていると、ますます、もちろんこの原理自体、先ほど武田先生もおっしゃったように、ちゃんと検証し続けなきゃいけないわけですけれど、そういう,こう原理をそこに敷くことで、教育論をですね、やっぱりあの単なる好き嫌いではない次元に推し進めたいなという思いも、とても持っているんですが、すいません、時間になっちゃったので、ちょっと。 あのこれを巡ってまた話することができなかったんですが、そして今日はちょっと哲学的な話が多くて、あの科学の話だったりとか、実践の話はあまりできなかったんですけれども、ひとまず、えー、お時間になったので、質疑応答の方にですね移っていきたいと思うんですが、えっと、北木さんにご登場いただいてよかったんでしたっけ。はい、ありがとうございます。えー、それではあのここから質疑応答に移りたいと思います。 えー、複数の質問をお寄せいただいてますので、す、え、べ、ー、てにお答えすることは難しいかもしれませんが、その際はご容赦ください。えー、それでは、お寄せいただいた質問を、えー、読み上げていただいてから、それについての回答をお願いできればと思います。はいえー、とでは、トマ野さんの質問ということで、読みの浅い部分があると思いますが、教育学はこれまで教育に携わってきた漠然とした良い教育を目指していたったものであると思います。 それではなく言語を通して納得感を得ることの優位性は現場レベルなどでもあると考えますかうん。ありがとうございます。えー、っと、ご質問の意図を十分にあの理解できているかあの、心配なところもありますけれども、えー、漠然としていたら、やっぱり問題が起こっちゃうんですよね。<laughs> <laughs> あの、良い教育、な,なんとなく、 っってやってやいるとやっぱり本あの結局それぞれの感性に委ねられてさっき言った通り好き嫌いに最後至ってしまうのでやっぱりあの本質監謝っていうのはみんなができるだけ納得できる言葉を編み上げ合うことなんですよね。なるほどこの言い方だったらみんな納得できるとってどこまでそこに落とし込めるかっていうのが哲学の命なのでやっぱり一番そこまで落ちた言葉を敷くっていうのは。 私はとても大事なんじゃないかなというふうに思いますね。例えば、教育基本法に、教育は人格の完成をっていうふうな言い方がありますよね、教育の目的のところに。えー、この人格の完成が教育の目的だって言われたら、すごく漠然としてますよね。よくわからない。じゃあ、この人格の完成って何かっていうのを哲学的に言うと、もうシンプルで、 それは他者の自由を承認できる自由な市民という、もうこれ、これ以上でもこれ以下でもない、もうここに尽きると私は思うんですね。えー、他者の自由を承認できる自由な市民を育てることが教育の目的だといえば、バシッとはまるはずなんですよ。で、もちろん、じゃあ、自由になるためにはどんな力が必要なのかとか、えー、それってどういう学び方が必要なのかとかいうふうな具体的なことっていうのは、 あるいは何をもって自由になれるのかとか、こういうことっていうのは、その次に具体的にもっと話し合っていけばいいんだけれども、人格の完成という漠然とした言葉じゃなくて、このえー、他者の自由を承認できる自由な市民というふうに言うことで、えー、原理が敷かれるから、じゃあそのためにどういった教育できるのかなということをより具体的に話し合っていくことができる。まあ、こういう意味で、あの一番そこまで落ちた言葉をです、ね、敷くっていうことは、やっぱりとても大事なことなんじゃないかなというふうに思います。 えー、ということで、次に武田先生の質問が来ているんですが、ヘ、えー、<あ>ーゲルの。あ、すいません、読んであ読んでいいですか。はい、えー。じゃあ、すいません、私で読みますね。えー、ヘーゲルの自由の相互承認や、フッサールの武田先生や西先生の解釈が社会に広く応用されるための方略は何でしょうか。自 <laughs> 動翻訳が進歩して、武田先生と世界中の方々の対話ができる場面があれば、影響力は大きいだろうと想像はします。ということなんですが。 まあ、どさっきちょっとあの言っとくくんが友果くんが言ってくれたんだけれどもあのようやくいやもっと早く気がつくべきだったんだけれどもあのやっぱりまず英語にしないとダメだなというのは、まあ、すごくこの頃思います。で、えー、と私としてはあの現象学の一番重要なところは 普遍認識の原理、えっとね、哲学ではあの自然科学の普遍認識、客観認識は、まあ、まあまあ可能だけれども、人文領域では普遍認識なんかありえないというのが世界中の流れです。もう長い間、まあ、そういう考えが主流で、あとそうでない考えはむしろ反対の独断論といいますか、絶対にできるという。 でと原子核の考えはあの独断論ではなくて普遍、えー、認,認識を成立させるその条件があってその条件は解明できると全てが全部わかるとかってそういう話じゃないんですよ。で、えー、とそういうことが、まあ、私の中ではっきりしてきて、えー、と欲望論というものを、うん、とどういうんでしょうねあのフッサールにもう一つ付け加えて価値論やエロス論を 付け加えてあのこの問題を、えー、認識論存在論として、えー、やったのが、まあ、欲望論なんですがあの日本で多少読まれてもあまり意味ない, <laughs> 味な,いなというのはこの頃すごく思って少しずつプロジェクトがあっていろいろ、まあ、あの周りの,あとあのトマノ君もそうですがいろんな人が協力してくれて少しずつ、まあ、翻訳をあのやろうとあと実を言うとなんか10分の1ぐらいはできている。 っと私の友人の磯部さんという翻訳,、まあ、翻訳者があの少しずつやってくれてるんですがこれをまあ少しずつ早めてですね、まあ、できるだけこう世界英語でこう発信したいともし私の哲学原理がちゃんとしていればまあ必ず広がるのではないかなと広がらなかったらまあ惜しかったけれどもそれはまだ原理がちゃんとしてなかったせいだということであのそれはそれでまあフェアなことなんですが。 まともあれ、まあ、英語で翻訳するというのは、ま,あ、まず一方だと、やっぱり私も思います。はい、はい。ありがとうございます。本当、英訳、早く混ざれるところなんですが、頑張りましょう。<laughs> えー、次、ト、え、マ、ー、さんへの質問、えー。今回の本で良い教育の原理原則が示され、特に現場の教育実践のみならず、行政政策レベルへの影響が期待されるかと思います。 一方で、教育現場の評価には、数値による量的な評価がいまだ根強く、質的な評価は、とりわけ政策決定などでは補助的に用いられる印象です。この点に対して、友野先生の提示した原理原則はどういった変化をもたらすとお考えでしょうか。これはね、やっぱり私じゃなくて山口さんだよね。あのいや、私でもいいんだけど、やっぱりこれをやってるのが山口さんなので、あのどんなことができるかっていうのは、ぜひちょっとお話しいただきたいなと思うんですけど。 僕でいいんですかあお願いできます、一まあ、私より全然そこはあのー、プロフェッショナルなんで。えっと質問の趣旨には非常に賛同いたしますね、やはり量的評価が根、ね、強いというのはその通りでして、あの特に政策や施策事業の評価っていうのは、やっぱり、まあ、必ず量化しましょうと、成果指標と活動指標、つまり目的の部分と方法に対して指標を作りましょうっていう区別はあっても、やはり量化が前提になっているというところはあると思います。で 確かに質的評価が今後、えっと、政策の検証や評価に用いられていく方が望ましいということはもう大前提なので、そうなっていけばいいなっていう、これは期待を言うしかないんですけど、でもですね、僕、もう一つやっぱり思うことは、量的評価にはまだ可能性が残ってるんじゃないかって、実は思ってるところもあるんですよね。 いやあの賛否両論ありますしあの、先日もデジタル庁からロードマップ出たときにあの、非常にいろんな議論が巻き起こったので、これは慎重に言わなければならないんですけれど、我々は例えば、その資質能力、とりわけ学力と従前呼んできたものを測るときに、いわゆる、えー、一単位時間で一斉一律に行う、えーまあ、15問から25問程度のペーパーテストで、それを測定してきたわけですよね。 でもこれから一人一台端末の状態になって日々の学習ログがいろんな形で積み重ねていくことができるようになっていくとおそらくもう一斉一律に何か評価を行うような必要がほとんどなくなってきてより例えば子どもたちの思考力や判断力表現力の育成過程やその到達点を多面的多角的総合的に捉えられていくようになっていくまあそういう時代が多分そんなに遠くない未来にやってくると思うんですね。えあの あんまり具体的な人の名前とか出さない方がいいのかな。あの、僕とお付き合いのある、非常にあの、いい思想を持って、あの、教育技術を開発されている、うん、企業さんの、そうですね、あの方の話なんかを聞いていると、やっぱり、テックには思想ありきなんだと。思想がないテックはやっぱりダメなんだと。そうですよねで。そういう方たちってやっぱり、たくさん今、あの教育の中に入ってきてくださっているので、 うん、そういう方たちのやっぱり力を借りて一緒にやっていくと、うん、僕は実は量的評価にはあのー、まだ可能性が残っているっていうところがあるんじゃないかなっていう思うんですよね。うん、いや何が言いたいかってこれもう1個だけ僕はよくその現行制度の可能性を追求しきった後に制度を変える必要があるかどうかを検討する必要があるっていう言い方をするんですよね。いやこれれ天井とと底板の話もも似てるんでですけれど、あのー、今何でも制度改変し,ましょう っていう動きが、まあ、若干あるかなとうう思うんですけど、その間違っちゃいけないのはあの学年・学級制があって、教科区分があって、標準時数があって、小、ま、間、あ、切れの時間はどうか分かんないけど、時間割があるからこそはまってる底板っていうのも、まあ、実はあるわけなんですよね。僕は例えばあの北海道から沖縄に移住したときに、また沖縄から青森に移住したときに、例えば引っ越したときに、この学校 学校に行ったら、この県に行ったら、この区市町村に行ったら、国語が学べませんとか、机がありませんとか、あるいはノートがありませんなんていうことあ、ノートは違うか。うん、いずれにしても、教科とか、環境について、ほとんど、えっと、不平等感を感じることなく学べる環境が実は整っているんですよね。何が言いたいかというと、僕は今言った学年・学級生の中で教科区分を介すに、標準実践もそのままで、細切れの時間割の中で、教員が一人でも、 一人からでもできることっていうのはまだまだ残っていると思っていて、例えば子供たちが解決を目指す課題の自己選択や自己決定の自由度を上げてあげたりとか、また解決方法もしっかりですよね。すべてを与えるのではなく、子供たちが自分の意思と特性に応じて自分の学び方を選べるような1単位時間45分や50分が実現していけば、実は今起きている教育の問題って、 多くの部分が解決できる部分って実は残ってるんじゃないかなっていうふうにまあ思うんです。というわけで2例出してみましたけれども、つまり現行制度の可能性っていうのをもう一度きちんと検証してみようっていう観点に立ったときに、実は量的評価にももう少し可能性が残ってるんじゃないかと思うし、そこはもしかしたらそんなに遠くない将来に実現するんじゃないかっていうことを持ってお答えとしたいんです。こ、うん、んな感じでいいですか。ありがとうございます。あのまあ、山口さん、今おっしゃったのは、この本の中、教育が変えられるという本の、<laughs> まあ、 あのここではこれからの、まあ、来たるべき教育のビジョンとそこへ至るロードマップというものが描かれてるんですけど今言われたのは多分そのロードマップの途中段階の話かな。いやあの現行制度の可能性を追求しきる でその先に山口さん自身が学びの構造転換、そして公教育の構造転換というモデルを出していて、今の現行制度を、まあ、ある意味がらりと大きく転換していく。まあ、これは私もずっと言っている、例えば学びの個別化、共同化、プロジェクト化の融合というのが学びの構造転換ですけれど、これをまあもっとあの、えー、公教育の在り方全体をですねあの転換して、それを実現していくというのも我々のビジョンに入っていますけれど、まあ、山口さんは今、でも、 今ね、あのそこにいきなりガラガラポンしちゃうと、やっぱり割を食う人たちもいっぱいいるし、うん、あのなかなかこう制度っていうのはその革命的に変えるなんてことはできないわけで、やっぱり全時的に変えなきゃいけないので、その変えていくための、あの山口さんそういうところも全部考えるんだよね。うん、あのいかに現行制度をつついてつついて、橋広げて、広げて、広げて。で 構造転換していくかっていうこういうね、もうすごい戦略も練ってる人なんですけど、そういうところまでこう全部見通しているっていうことで、もう一つ、その量,的量化ということの可能性に関しては、これはやっぱり思想が本当大事なんですよ。つまり哲学原理がとっても大事で、何をどのように 測定するかなんで、すよねでここの思想がはっきり言って、これまでものすごく何が証明されてきたというのが私の問題意識としてはあります。えー、従来言われてきた、例えば学力が高く,なっ高くなってない云々だって、そもそも学力とは何なのか、どういう学力を育てたいのか、それは自由とか自由の相互庶民を本当に資するのかという観点から学力それ自体の妥当性が検証されてないんです。だから私たちは何をも、何が 子どもたちの自由だとか、自由の相互承認に資する学力というか、まあ、資質能力と言っていいのかわかりませんが、まあ、私の言葉だと教養力の能ですね、なのかというところから問い直さなきゃいけない。で、そこのそこから問い直せば、じゃあこれをどのように測定し、えー、どのように評価していけばいいのかということも、ちゃんとデザインしていくことができるわけですね。今ちょうど山口さんとは あの名古屋スクールイノベーション事業というですね、名古屋が今大きくその学びの構造転換をえやっていこうとしているので、そのためのあのえ山口さんは、まあ実証の、実証的な研究の部分をですねあの担当してくださっているところがあるんですけれど、まあ,あの量も質もですね、やっぱりそもそもの設計思想ですね、これがとっても大事になってくる。で、それは多分この本の中で、あのちょっと触り書いているので、あの えーまあ、量的研究、質的研究ともにですね、科学性をどうやったら担保できるかとか、どういうふうに教育の構想にとって意義があるのかとかですね、こういうことも、あるいは設計の思想、設計の仕方等々ですね、あの書いているので、まあ、そういったあの調査であったりとか、実証部門にですね、何か大きな示唆があればいいなというふうに、えー、思っているところです。えっ、ー、と、じゃあ、すみません、最後,最後ですあ。いいですか、最後。 えっと、トマノさんへの質問です。大学での教員養成課程について、トマノさんの教育学理論を土台にした改革は必要ではないかと思います。ありがとうございます。え大学で学生を教えているトマノさんから見て、大学における教員養成課程の課題え、これからの取り組みについてご意見をいただけないでしょうか。えっ、ー、とですね、もう課題はたくさんあるんじゃないかなとは思っているんですけれど、うんまあ、本質的なところだけに、 一応もう時間なのでとどめると実はあの今この話このタイミングでしていいのかあの大丈夫だと思うんですけどあの麹町中学校の元校長先生のですねあの工藤祐一さんと今一緒にあの対談本を作っているところなんですけど、えー、まさにテーマは民主主義なんですね。で 民主主義の一番の土台としての公教育とで、それをいかに成熟させていくかということについて、まあ、本当に厚く論じ合ったんですけれど、その中でやっぱり教員養成課程の課題ということも、えー、話し合われました。で、まあ、工藤さんはよく言われますよね。最上位目標、最上位目的は何なのか。 そのことを最上位目的で合意すれば、じゃあどうしゃっていけばそれを実現できるのかということを考えられるって、まあ、いつもおっしゃいますけれど、まあ、それって私の,あの原理と実践理論という関係なんですよね。この本でも書いた原理が分かれば、それをどのように、えー、実践、えー、していけるのかということを具体的に考えていけるようになるということと同じで、まあ、そういった最上位目的をちゃんと見定めることが大事なんですけど、教員要請は、 その最上位目的、まあ、原理ですね、一番根本の本質をちゃんと共有できているのかと。<laughs> あれ、意外に本当に学校教育が民主的な市民を育てる一番大事な土台だっていう。じゃあ、そういった市民を育てるための教員ってどうあればいいんだろう。私たちはどんな教員を育んでいく必要があるんだろうという、その一番の本質を。 ちゃんと話し合って合意しててますかっていう、そういう話になったんですよ。で、本当にそうだなと思うんです。この一番大事な本質をおろそかにして、授業方法だとか、えー、ICT だとか、えー、教科内容だとか、言ったところで、そこが抜けちゃってますよね。ということは、私たちは改めて、何のための教師なのか、何のための教員要請なのか、そしてな、どのような 教員を要請したいのかということをもう一度その本質に立ち戻って考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。えー、ま具体的なことをいっぱいお話ししたいことはあるんですけれど、とりあえずま今日のあの話の内容ともそこはとってもあのそうんじゃないかなと思うので、えー、ここでというふうにしたいと思います。ちょうどあの時間がいい時間ということでいいかな、良さそうでしょうかね。 はい、ありがとうございますあのせっかくなので武田先生山口さんあの一言ずついただけたら嬉しいなと思うんですけど、えー、武田先生からよろしいですか、えっと、今戸丸君が言ったことに引っ掛けて言うとえっといずれ教職員教職教養成課程の根本のカリキュラムに近代哲学を入れて <laughs> えっと、近代社会の本質とは何か、えっと、民主主義の本質とは何かということを、そんな難しくないので、ちゃんと理解、えっとうん、私は大学で長いこと哲学やってるので分かってるんだけども、えっと、近代社会の一番大事な業績は、達成は、近,近代市民社会の設計図を書いたことなんですよ。うん その一番重要な人物はホッブス、ルソー、ヘーゲルです。他も皆頑張ったんだけども、で,でもそのことはあの学生は全く知らないし、現代哲学でも全く覆われてしまっている。このことがはっきり分からなければ、良い教育とは何かに答えが出るはずがありません。えー、ぜひ、えー、とそれを次の 目標にしてくださいよろししくお願いいいまますすあ,ありがとうございますいや、本当ですね。なんか今のお話聞いて思いましたけど、すべての学校の先生は民主主義とは何かということ、あるいは憲法とは何かとかでもいいんですが、これにちゃんと答えられますかってことなんですよね。これに、やっぱりすべての先生答えられなきゃだめですよね。だってそれを支えるのが学校教育なんだから。ですね。いや、それはとても大事な。 ことをおっしゃって、あの民主主義の本質や憲法の本質、ここに書いてますので <laughs>、それじゃあ,あ、山口さん、お願いします。はい、えっと、じゃあ、今の民主主義とか市民社会の話につなげましょうか。まあ、そうですね、うん、感想を込めてなんですけれど、大事なのは自由と相互承認、そして一般市に基づく一般福祉、まあ、この4つのキーワードをもとに、 あの社会やそしてその中での教育を考えていくということですよね。いや、実は何を言いたかったかというと、質問があの後もちょっといくつか出ていて、ちょっとだけ読み上げてしまうと、探究学習やプログクシ学習が必要ということは分かるんだけれど、そんな学習ばっかりができないっていう現場教師からの意見もあると思いますと、ありますよね、いっぱい。うん、めっちゃありますよ。でもね、2つ僕には回答があるんですよ。今言った原理を引けば 1対1時間の授業だけではなくて、うん、学校生活で全般を通して私たちは大人として子どもたちに関わる上でできることがたくさんあるはずなんですよね。僕ははよく学びっていうのは3要素あると 子どもたちが学びたいこと、私たち大人が教えたいことや学んでほしいこと、そして、公に学ばなければならないこと。できれば、子どもたちの学びたいの中に、私たちの教えたいことや学んでほしいことも、何より公に学ばなければならないことも、全部含まれてくるといいよねっていうまあ指針を僕はよく先生の自分の実践を振り返るときに考えてみてくださいねっていう言い方をするんですよね。でそれはやっぱり一番最初に自由が置かれるからなんですよね。だから僕はね 素直に聞いてみてほしいなって子どもたちに思うんですよ。先生がね、学んでほしいことってこれなんだとか、大人として、親として、保護者として、これを学んでほしいと思ってるんだ。一方で、他者や社会からの補正として、これは学ばなければならないことって決まってるんだ。さあ、君たちならどうするですよね。そうやって僕は聞いてあげることを子どもたちのやっぱりまあ意見表明権とかね、子どもの権利づらの話ともすごく似てるんですけど、 大人として学んでほしいことや教えたいこと、公に学ばなければならないことをきちんと伝えた上で、子どもたちにどうしたいって、子どもたちの日常生活の中で聞いてあげるだけでも、やっぱり自由や相互承認の感度、また一般意思に基づく一般福祉につながるような教育の道筋っていうのは弾けるので、うんあの、そういう言葉がちゃんと自分の中に論症過程を含めて落ちていれば、 それこそさっき言った現場にもたらす影響ですよね。それもすごく僕はあるんじゃないかなっていうふうに思っています。うん、この手の話はもうちょっとね、喋りたくて言いたいこと山ほどあるので、ちょっとここでやめときたいと思いますけど、はい、あの、1つ目はいずれにしても子どもたちに学校生活の中でたくさんできることがありますよっていうことが1つかな。うんうん、もう1つはさっき言ったように1、1対1時間の中でも、いや、今日みんなに解決してほしい課題はこれなんだよ。 さあどうするみんなだったらって聞いてあげるだけでも少し自由度が上がるんですよね。課題は同一、一斉一律であっても解決方法のまずは自己選択、自己決定、それを子どもたちにできるだけでいいので委ねてあげる。そこから始められることっていうのもたくさんあるので、がらりとカリキュラムを変えるとか、すべての単元強化をっていうことではなくて、まずはそういうところから可能性を探ってみてほしいかなっていうところで。 うん。科学のテーブルを作ってそこに置くというだね、はい、本当に。はい、そうです。うん、そういうことが考えられるのもそうなんですよ。原理惹かれてるから本質が引かれてるからという話なので、一周回ってそんな感想でした。うん、以上です。いやありがとうございます。本当ね、まあ山口さんその原理を敷いてこれを展開する実装していくっていうことに関して、まあすごい能力を持ちで、まあかなりこの本の中でね。 あのその具体的なことも書かれているので、興味のある方、ぜひお読みいただけたらなというふうに思います。いや、本当に今日はもうあっという間で、まあ、まだまだね、お話ししたいことはあるんですけれど、今日はあのこいくらいにして、本当に、竹田先生、山口さん、今日はどうもありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。じゃあ、北木さんに。どうかどうかしましょう<あ> <laughs> あ。北木さん、ありがとうございました。 あれあ聞こえさんマイクがオフになってます、うん、あ失礼しました、えー、武田さん、えー、トマノさんおぐちさんありがとうございました、はいえー、残念ながらあの終了の時間となってしまいましたが、えー、まあ哲学的な深い議論から、えー、現場での実践のことまであのとても内容の濃い90分だったんじゃないかなと思います、えー、本日はあの学問としての教育学観光記念ということで、えー、著者のトマノイドさん えー、そして武田誠二さん山口雄さんを招きして、えー、ウェブセミナーを開催いたしました、えー、本日はこれで終了となりますが、えー、最初に申し上げたように、はいえー、アーカイブ動画を弊社の YouTube アカウントに公開する予定です、えー、またあの日本評論者の YouTube アカウントではその他にもさまざまな動画を公開しておりますので、えー、よろしければ合わせてご覧ください、えー、また、えー、今後このようなイベント等を開催する場合には弊社のホームページや SNS 等でお知らせしますので えぜひご覧いただければ幸いですえそれでは平日の遅い時間にもかかわらず最後までお付き合いいただき感謝申し上げますえこれでえ終了とさせていただきますありがとうございましたありがとうございました